朝ドラ主演から14年後の女優の地下影にファン驚愕。女優の滝本美織さん32がインスタグラムで NHK の朝ドラ鉄板出演から14年経った近影を公開し話題になっています。ファンからは美人になったとの声が多く寄せられています。みんなの反応。滝本さんが鉄板に出てた頃、毎週日曜朝の映画製の CM で猫っぽいポーズやダンスをしてて、朝ドラとは違う怪しい美しさに驚いたよ。ネットで CM のメイキングも見れたし、鉄板は私の好きな朝ドラの一つだね。滝本美織さんの朝ドラでのみずみずしい演技を見て、将来有望だと確信していました。しかし、写真週刊誌にジャニーズタレントとの写真が掲載され、一番良い時期に失速してしまったのが本当にもったいなかったです。ジャニーズ事務所の力が減退した今、彼女のポテンシャルならこれから素晴らしい活躍をされるでしょう。滝本美織さんのこれからが楽しみです。朝は民放を見てたけど、美濃もんたさんや小倉さんの番組の政治色が強くなって嫌になり、朝ドラを見始めたのが鉄板からでした。滝本さんの鉄板でなかったら朝ドラにはまらなかったかも。遠藤憲一さん演じる父親が金が欠けると書いて金や金を失うと書いて鉄平と紹介し、末っ子の滝本さんにはあかりと名付けたシーンは爆笑で今でも印象に残ってます。311の大震災で中断し、計画停電でテレビも見づらくなり、最も印象深い作品になりました。鉄板の頃は素朴だったけど、今はすごく綺麗になったね。演技も上手で、朝ドラのヒロインは泣く演技が特にうまいんだよね。彼女大人になって垢抜けたね。若い頃から注目してたけど、歌も好きだからこれからも歌手として見たいな。東北大震災で鉄板の最終回が放送されなかったのは気の毒だったね。出演者や関係者も仕方ないと諦めたんだろうけど。鉄板はいい作品だったよ。おみちと大阪が舞台で、まずおみち編から始まるんだ。未婚の母がおみちにたどり着いて、彼女を産んだ後に亡くなる。彼女は血のつながらない両親に育てられるけど、高校生の頃に大阪でお好み焼き屋をやってる祖母が訪ねてくる。だから鉄板ってタイトルなんだね。彼女は大阪に行って祖母の店を手伝うんだけど、そこで駅伝選手の駅伝くんと出会う。普段は口喧嘩ばかりだけど、最後に駅伝くんがプロポーズするシーンは感動的だった。そして3月11日の大震災で1週分放送されなかったのも印象的だった。もともと歌詞でスリーツが懐かしいです。ソニーソンポの CM も可愛かったし、これからも応援してます。最近ジャニーズの嫌がらせから解放されて、また TV でよく見るようになった。演技も歌もうまいから応援してるよ。杉本由美、日賀真奈美、滝本美織は美人で実力あるけど運がない。松下奈緒、吉岡里帆、高畑充希は運が良い。本田翼が滝本美織に負けてたけど、いつか超えるぞって言ってたのが懐かしいな。好きな女優さんだからもっと活躍してほしいな。演技も歌も上手で可愛くて、人柄も良いから良いお嫁さんになりそう。変わってないけど、すごく綺麗になったね。滝本さん、去年4本もドラマ出てて、今年も隣のナースエイドで目立ってたのに、まだ鉄板を飲みちゃうって、ファンってそんなもん？ドラマで見かけると嬉しくなる女優さんです。鳥取出身の美人女優歌手、ミオリン。あの保険の CM が匂わせ女優に変わってばっかり。でも内田さんも良いよね。シスターのお姉ちゃん役すごかったね。でも刑事ゼロの女刑事役が好き。BS で朝に再放送してほしい。鉄板の踊り。雰囲気は当時と変わってないよ。ソニーソンポの CM が好き。スイーツの時が一番可愛くて好きだった。大保険屋の CM から朝ドラや他局のヒロイン CM で活躍中ですが、にわかファンが多いですね。金髪のボーカルが目立ってた5人組アイドル覚えてるよ。遠藤憲一が主役みたいなドラマだった。昔スイーツってアイドルで歌ってたんだ。家族で踊った鉄板、懐かしいな。アマちゃんのオープニング曲大好きだったな。応援してるよ。みんなの反応としては、滝本美織さんの美しさと演技力を称賛する声が多いです。少数意見としては、彼女の過去のスキャンダルや運の悪さを指摘する声もあります。当チャンネルの意見として、滝本美織さんの鉄板出演時のみずみずしい演技が多くの視聴者に感動を与えたこと、そして現在の美しさと成長が話題になっていることを喜ばしく思います。彼女の今後の活躍に期待しています。